府中品バステークスは日本中央競馬会が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称はアイルランドトロフィー府中品バステークスと表記される。聖賞は府中市長賞レパーズタウン競馬上賞。現在中央競馬で行われる4歳以上の品馬限定重賞競争としては最も長い歴史を持つ。 1953年に東京品場特別の名称で創設。その後名称は幾度かの変遷を経て、1992年から現名称となった。創設時は東京競馬場の芝2000メートルでハンダキャップ競争として行われていたが、距離は1955年より芝1600メートルに、負担重量は1969年より別定位に変更。 1996年にエリザベス女王杯が小馬にも解放され4歳以上の貧馬限定戦に改められると本競争は距離を芝1800メートルに延長しエリザベス女王杯の重要な前哨戦として位置づけられた2014年からは本競争の一着場にエリザベス女王杯の優先出走権が与えられている外国サンバは1994年から 地方競馬所属馬は1996年からそれぞれ出走可能になり2005年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系3歳以上品馬負担重量、別定エリザベス女王杯のステップ競争に指定され地方競馬所属馬はエリザベス女王杯の出走候補馬に優先出走が 認められている。また、地方競馬所属馬は、本競争で2着以内の成績を収めると、エリザベス女王杯の優先出走権が与えられる。2021年の1着賞金は5500万円で、以下2着2200万円、3着1400万円、4着830万円、5着550万円。コース種別を表記していない距離は、芝コースを表す。 優勝馬のバレエは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第11回まで東京品馬特別、第12回は東京タイムズ杯東京品馬特別、第13回、第14回は東京タイムズ杯品馬特別、第15回から第39回は品馬東京タイムズ杯。各回競争結果の出展。ありがとうございます。